2011年ローズエス表彰式、エビナ工作は、日本の中央競馬の元休務員である。最終期には、日本中央競馬会美保トレーニングセンター、田中清隆厩社に所属していた。競馬関係者の出身者が大谷大森県、上北郡出身。エビナは、上北の農家で育った。エビナの子供の頃は自宅に馬もおり、 馬を身近に感じることのできる環境であったが、この当時は馬と接することを嫌い、中学卒業後は東京都に出て喫茶店などで勤務していた。しかし、勤務はするものの、遊んでばかりしていたため体調を崩してしまう。すでに競馬関係者として働いていたエビナの兄に体調を崩していた件を知られてしまい、見かねた兄が休務員になることを勧め。 これまで馬との仕事を嫌っていた、エビナム兄の勧めを聞き入れ、以後は、競馬の世界で生きていくこととした。1967年、東京競馬場の坂本栄三郎旧者所属の、厩務員となった。その後、1990年に、坂本の死去による旧者の解散により、田中清隆旧者に移籍した。1970年初春には、 クイーンカップを勝利した玉見を大歌唱終了まで、当時会場間もない立東トレーニングセンターに長期的に滞在させたが、海老名も馬の様子を見るために玉見と共に長期に渡って立東に滞在した。関東馬が長期間立東に滞在した初の事例であった。2011年10月21日、中央競馬の休務員の定年となる65歳に達し、休務員を引退した。 厩務員になる前とは逆に現在は馬が好きであるとエビナは語る。エビナは管理競争馬に対して手で馬に触れることを心がけている。これは血行を良くすることが主な理由であるが馬の痛い箇所を判別する目的もある。カッコ内は主な優勝レース。ありがとうございます。